ちは、花城ココアです。今日はドトールコーヒーの商品を食べていきたいと思います。先日スタバで朝ごはんを食べたんですけど、その時にね、桜の商品があったんですよ。でそれがすごい美味しかったから、桜の商品をいろいろ調べてたら、ドトールにもね、桜の商品があったので、そちらも一緒に購入してみました。やっぱり春ですからね、桜商品食べたくなりますよね。レタスドッグ、チーズインミラノサンド A、生ハム、ボンレスハム、ボローニャソーセージ、ミラノサンド B、エビ、アボカド、サーモン、タルタルソース仕立て、ミラノサンド、カマンベール&エビグラタン、ホットサンド、ツナ、チェダーチーズ、クリーミーレモンケーキと、桜香るパリパリチョコミルクレープ、そしてそしてお飲み物が、アイス桜オレ、桜餅仕立て、ハニーカフェオレのホットでございます。一回動画でね、ドトールコーヒーを食べたことあったんですけど、久しぶりに食べますね。多分1年以上食べてなかったと思う。そんなわけで、早速食べていきたいと思います。いただきまーす。ココチューブ。まずこちら、ハニーカフェオレ。これはですね、以前ドトールの動画を出した時に、ドトールに行ったら、ハニーカフェオレを絶対に頼みますという方がめちゃくちゃ多かったんですよ。これおすすめされたので、今回ね、それを思い出して頼んでみました。おお、すっごいハニーですね。ちょっと言い方悪いかもしれないんだけど、子供の頃に飲んだ薬のような味がする。液体の薬？なんて言うんだ、ハニーがすっごい強い。思ったよりもハニーが強くて甘いから、甘いのが好きな人にはね、いいと思いますね。コーヒーの苦味がほとんど感じないですね。確かにこういう味のカフェオレあんま飲まないかも。これは好きな人は好きですね。じゃあまずはレタスサンド。これレタスサンドっていう名前なんですけど、レタスの入ったホットドッグっていう感じですね。レタスなしのね、ホットドッグも売ってたんだけど、レタス割りにしてみました。うん、うん。あー、なんかこの中に入ってるソーセージが、どことなくね、懐かしい味がする。美味しい。パンね、ハード系に見えるんですけど、全然ハード系じゃなくて、結構柔らかい口当たりです。うん、ケチャップはついてきたんだけど、マスタードついてないなって思ったんですよ。そしたらね、下にね、マスタードがね、塗られてましたね。美味しい。中に入ってるソーセージね、細めだからそんなにね、重い印象はないですね。軽くパクパクっと食べられる感じ。レタスも入ってるし、うん、やっぱりお野菜が入ってるだけで一段と美味しくなりますね。最初ハニーカフェオレ結構癖が強いなと思ったんですけど、飲んでいくとね、だんだんね、口に馴染んでいく。アイス桜オレ、なんかね、下にね、ジャムみたいなイチゴの果肉が入ってますね。よく混ぜて飲みたいと思います。うん、下にあるやつジャムじゃなかったわ。桜餅仕立てっていうだけあって、ここのやつがね、わらび餅みたいになって、もっちもちしててすっごい美味しい。確かに桜餅だ。うん、あ、これ好きだ、美味しい。一昔前だと桜の商品って、うわー、なんか人工的な味がして苦手っていうものが多かったんだけど、最近出てる桜商品って本当に美味しいですよね。これも桜餅が好きな人は絶対に好きな味です。癖もなくてクリーミーで、ね、甘さもですね、甘いんですけど、そんなにくどいって感じがしないんですよ。甘さの中に爽やかさがあるみたいな。え、すっごい美味しい。感動。じゃあ次は、ミラノサンド A でございます。レタスが入って、チェダーチーズが入って、ソーセージが入って、上にマヨネーズかな。いいですね。これぞミラノサンドって感じしますね。あー、シンプルに美味しい。ソーセージにチーズにレタス。もう皆さんが想像する通りのお味です。もうシンプルなんだけど、やっぱりこれ美味しいんですよ。久しぶりにミラノサンドを食べたんですけど、こんなに大きかったでしたっけ。久しぶり見たらね、すっごい大きく感じる。ボリューム満点で嬉しいですけどね。大きいな。こんな大きかったっけ。からのハニーカフェオレ。ついこ
この間ねスタバのねご飯をね企画で食べたって言ったんですけど、トトールとかスタバとかタリーズとかお店によって結構客層違いますよね。私の偏見ですけど、スタバは学生とか意識が高い方が行くイメージがあって、トトールはサラリーマンとかタバコを吸いたい人が行くイメージ、タリーズは海外の方がなぜか多いイメージ。どうです、合ってます？そんな感じじゃないです、私だけ。あとスタバとかタリーズには毎日いる常連さんっていうのがいるイメージないんだけど、ドトールは毎日同じ席に同じ人がいるイメージ、もう生活の一部になってるっていう感じ、もう朝のルーティンみたいな。学生の時に私池袋でバイトしてたんですけど、そのバイトが始まる前ちょっと時間が空いてるから近くのドトールに行ってたんですよ。そうするとね、毎回ね同じ人がね同じ席に座ってたりとかしてたんですよね。だからそれの印象が強いのかもしれない。地元のマクドナルドにもいたな、毎日同じ席で毎日いるおじいちゃんおばあちゃんたち。当時はねタバコが吸えたからタバコをめちゃくちゃ吸ってたんですよ。でも一時期からマックが全部禁煙になった瞬間にその人たちねいなくなっちゃったの。その人たちは今どこでみんなで集まってるんだろうか。私の性格的にもし毎日ね何にもやることなかったとしてもどっかに出かけたりとかするの絶対しないと思いますもん。外に出てる人すごいですよね。私はね時間があればすぐに家にこもっちゃう、外に絶対出ない。でも中にはいらっしゃいますよね、一日家の中にいるのは無理な人ね、絶対に一回は外に出たいっていう方ね。私は根っからのお家が大好き人間です。次はこちら、ミラノサンド B でございます。これはもうみんな大好きなやつが入ってるやつですね。お、ちょっとねくっついちゃってますけども、レタス、アボカド、エビ、サーモンが入ってます。しかもそれをタルタルで仕立ててあるんですよ。うー最高。多分私がお店で1個しかミラノサンドを食べないとしたらこれを選ぶと思います。美味しいの大渋滞でございますからね。美味しい。タルタルソースとねトロットロのアボカドが交わってねめっちゃくちゃ美味しい。お、サーモンの塩気もきた。デパ地下のお惣菜売り場に売ってるサラダをサンドしたっていう感じ、本当に美味しい。私の好きしか入ってないで、ちょっとねレモンを感じるんですよ。だからタルタルでくどいと思いきやすっきり感もあってね本当に美味しい。エビはシャキシャキ、エビはプリプリ、サーモンはしっとり、アボカドはとろーり、それらが全部安心感のあるパンに包まれてサンド界の福袋って感じですわ。ん？今のあんまうまくなかったね。なんでサンド界の福袋って、ちょっと今のは無理やりすぎましたけど、とにかく美味しいっていうことです。はい、うん、ここチューブ。じゃあ続いてはこちら、これはねなんか2個に分かれてましたね。おお綺麗に切られてます。こちらがミラノサンドカマンベール&エビグラタンです。美味しそう、すごい熱々で届きました。確かに真ん中にねカマンベールがあって周りにねエビのグラタンがありますね。美味しそう。うん、本当にグラタンだ。サンドっていうよりもパングラタンって感じ、クリームのグラタン。うん、美味しい。しかもこのグラタンがまたね懐かしい味なんですよ。家庭的なエビグラタンの味だから食べるとホッとする。うん、カマンベールチーズ&エビグラタンって書いてあるんだけど、もうカマンベールはね一緒に溶け込んじゃってるからほとんどねエビグラタンって感じですね。そういえば最近グラタン食べてないな。これ食べたらグラタン食べたくなっちゃった。うん、あごめんなさい、カマンベール全然感じないって言ったんですけど、ありました、カマンベールいた。でも全然溶け込んでなくてゴロッと入ってた。美味しい、急に来た。優しい味で美味しかった。はい、最後のサンドがこちら、ホットサンドツナチェダーチーズです。これもね切られてましたね。めちゃくちゃ美味しそう。うん、ほーツナって久し
しぶりに食べたけど美味しいですね。チェダーチーズと合うこと合うこと。うん、ツナがねふんだんに使われてるんですよ。贅沢な味わい。でこれホットサンドっていうことであったかいですね。美味しい。うん、これはねめちゃくちゃコーヒーに合いますね。コーヒー屋さんのサンドイッチっていう感じがする。うん、ほらすっごいたっぷりツナが入ってるの。贅沢ね。ツナサンドって私が子供の頃はたくさんあったけど、あんまり見ないような気がしますね。コンビニでもあんまりツナサンド見ない気がする。あんのかな。はあ、ツナがたくさん入りすぎて後ろから出てきた。幸せが溢れてきちゃいましたね。ハニーカフェオレも会員。じゃあ次はデザートだ。はい、ということでデザートのコーナーです。ドトールといえばねミルクレープっていうイメージがあって、それのね桜バージョンがあったので買ってみたのと、あとこれはクリーミーレモンケーキっていうのを初めて見たんでこれも買ってみました。見た目が可愛い。ではこのレモンケーキいただきますね。おお、すごい柔らかい。これは歯がいらないです。もうほんととろっとろ。一応ねスポンジとかもあるんだけど、食べた食感としてはクリームだけを食べてるみたいな感じ。それくらいとろっとろ。レモンケーキだからすごい爽やかな味ではあるんですけど、酸味とかはそんなになくてすごい食べやすいです。おいしいねこれ。ドトールの系列でエクセシオールカフェっていうのがあるんですけど、関東にはねたくさんあるんですけど、あんまりね関東以外はないみたいですね。でそのねエクセシオールカフェはパスタとかグラタンとかも置いてあるんですよ。ほんとレストランみたいな感じなの。メニューはレストランみたいな感じだけど、注文方法とかはねドトールと一緒なんですよね。関東以外の地域にも何店舗かあったんだけど、すっごい少なくて、でもね行ってみてほしいです。カフェでパスタとか食べられるの最高。まあというのもエクセシオールカフェとドトールが同じ系列っていうのをついこの間知ったんですけどね。近くにある方はぜひエクセシオールカフェも行ってみてください。では最後は桜のねミルフィーユをいただきます。見てくださいこの綺麗な層。サクッと、おいしい。層の中にパリパリのどこの板みたいのが入ってるから、すごいなんて言うんだろう、サクサクとしてます。おいしい。うん、色はね桜の色してるんですけど、味はねそこまで桜の味がしないですね。チョコの味って感じ。通常のミルフィーユにチョコレートが入ってるっていう感じなので、ミルフィーユよりは甘さがありますね。美味しいこれ。お行儀悪いけど一人の時はミルクレープって上からペロペロって剥がして食べちゃったりとかしますね。さすがに人の前ではやらないけど、一人の時はねたまにやっちゃう。なんでミルクレープってこんなに美味しいんだろう。ケーキの中でも結構ミルクレープは私の中で上位に入るぐらい好きなケーキですね。ケーキ界のラザニアなんですよね。この積み重なってる感じが、積み重なってるのが美味しいのよ。うん、今年はお花見行けるかな。なんかお花見行きたい行きたいって毎年言ってさ、行けてない気がする。あーケーキ崩壊。最悪お花見じゃなくていいんですよね。ピクニック行きたいですね。最後の一口です。うん、あー美味しかった。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日はドトールコーヒーの商品を食べてみました。久しぶりに食べたんですけどすっごい美味しかったです。皆さんのおすすめのドトールの商品があればぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。今日を支えていくドトールコーヒー。どういうこと？